お待たたたせいししました <laughs> えと今日は、長、あ、野、のー、から今、帰国ううう中でありますあの小沢大使から「えー、あの元気のお出る国」シリーズということでずっとやってまいりましたがそのお一つとして、えー、今日は、まあ、我々にとって、まあ、遠い国でもあるし興味はあるけれども実態を実は あまり知らない国と、まあ、私がもちろんなのかもしれません、その辺のことについて、今、日本との関係、そしてアフリカという国と日本がどうつ、まあ、お付き合いするのかということについて、えー、30分程度お話しいただいて、はい、あとは皆様からの質問を受けるという形で、いつものように進行させていただきます。あの申申ししし遅れれまま私はの企画員の泉と申しますそれじゃ 小沢大臣よろしくお願いしますありがとうございますあの泉さんどうもありがとうございます、えー、昨年日本記者クラブの中井政務理事からあのご招待いただいて、まあ、少し時間かかりましたけれども本日南アフリカについてお話しする機会をいただいて大変光栄にあの存じております私は2008年の11月半ばに 南アフリカに着任いたしましたので、まあ、ちょうど2年半勤務していることになります、えー、南アに加えましてナミビアスワジランドレソトという3つの国を建活していて、まあ、それぞれあの手間も暇もあのかかる国でありますけれども、まあ、今日は南アフリカとそれからアフリカ全体ということでお話ししたいと思います。 アフリカの皆さん、よくご承知だと思いますけれども、東西と南北がそれぞれ8000キロという巨大な大陸であるんですが、人口はあの約10億人と、インドよりもむしろ少ないくらいであります。で、この大陸の南の端に、アフリカで初めて工業化に成功した国があって、これが南アフリカです。 でまあ長って言うんですけれども、あのアフリカ全体と比べて面積では四パーセント、人口で言えば五パーセント、GDP で言えば二十三パーセント、そしてあの私は経済の実力をよりよく示すと思うんですけど、電力の生産量で言うと四十五パーセントを示る国であります。でアジア大陸のまああの極東では日本、でアフリカ大陸の まあ南の端では、那覇がそれぞれ最初にそれぞれの大陸で興行したといえば、那覇に対する親しみがまあ少し増すかもしれません。大きな違いは日本は島国、那覇は陸続きと、この違いを反映して、那覇が抱える問題点は、大陸からの人口流入であり、これはまあ今日も続いております。 えー、南亜は昨年、えー、サッカーのワールドカップを、まあ、開催いたしました日本東日本大震災の後には45名からなるレスキューサースアフリカという、まあ、救助チームを、まあ、被災地に派遣しました今年の末にはです、ねまあ、気候変動に関する COP17 という会合を、まあ、ダーバンでホストいたしますこ、まあ、こういうよういよなことから、まあ、日本の中で ナアに対する関心が高まりつつあるというふうに感じております。国際条理を見ますと、ナアはいわゆる新興国の一つとして、まあ最初から G20 の一員であります。で今年の初めにはブリックスの正式加盟国になって注目されました。で国際政治の面に見ますと。 南は来年の末また、アフリカ大陸でいくつもの紛争、内紛が生ずるんですけれども、アフリカ連合の中の大国の一つとして、スーダン、リビア、コートジブワール、ジンバブ,ブエ、マダガスカル等々の問題について、これらの内紛の解決支援のために、 調停あるいは仲介外交を大統領主導で行っております。安保理改革については、南側は2005年時点では静かな対応をしていましたけれども、昨年来、年来アフリカが求める常任理事国議席2議席のうち、1議席を占める資格があるということを、 まあ公言するようになっておりますでこういうような南アフリカ南アは我が国の外交上重要なパートナーと位置づけられております。昨年岡田外務大臣、まあ、当時ですけれども南アを訪問されました時両国の関係は戦略的協調関係協調パートナーシップというものに格上げされました。 でまあ、この結果、あの私の大使館では、あの業務量が非常に増えております。あの皆様、お手元に配布しておりますけれども、あのここで南アフリカを理解するための4つのキーワードというものをご紹介します。第一に、先進国兼途上国であるということです。で例えば、1967年に世界で初めて人工あの心臓移植手術を成功させております。 濃縮ウラン型の原爆を6個半製造いたしましたこれを91年に完全廃棄しております空港や高速道路も非常に立派に整備されていますし鉄道電力もについてみれば老朽化しているとはいえ機能しておりますでサービス産業が発達した先進国型の経済があると言えます他方で 十分に教育を受けてない失業中の貧困黒人というのが大変多くいます。旧黒人居住区における彼らの生活改善というのは少しずつしか進まないというのが現実であります。G2 ケースを見ますと0.70という少しびっくりするほど高い数値になっております。 しかもこれは1994年に体制転換が行われましたが、その後、むしろ少しずつ上昇しているという問題がございます。失業率は24、ですけれども、潜在失業率は36%であると言われております。エイズの罹患率は下がりつつありますが、まあ、10%程度という状況にあります。最大の <coughs> 問題だと私は思いますのはアパルテイト時代に行われました「万通教育」というものがあるんですけれどもその負の遺産を抱えていることだと思います。アパルテイトの間ほとんどの黒人は読み書きしか教えてもらえていないとで理科と算数をいわば学ぶことができなかったという状況にありました。でこの ま愚民化政策の結果、論理的思考能力が発達しなかったというふうに評価できます。南ア、えー、の治安が悪いということであのまあ、このことが日本で広く知られているように思うんですけれども、まあ、治安が悪いこと自体はですね、簡単に言うとこのジニ係数が高いことの反映だというふうに思っております。 第2のキーワードですが、話し合いで政治社会革命を実現したということです。これは人類史上、けうな例であろうと思います。デクラーク元大統領が、1990年にマンデラさんを無条件で釈放してですね、1994年に初めて民主的な選挙が行われて、マンデラさんが大統領に就任をいたしました。 で話し合いで体制転換が実現できたとでこれはあの南アの誇りでありますし、まあ、国際条理における南アが持つモラルパワーのまあ源泉でもあります。1 9 9 0年以降反アパラットヘイト闘争を主導してきていた ANC= アフリカあの民族会議がですね 今あの政府与党としてあの政治の中核を担っております。政治体制はあの安定していると言えます。報道の自由も保障されております。九十四年の体制転換後、まあ言ってみるならばオセロゲームのように、まあ立法府、行政府、それからあの司法府、それぞれだんだんと白から黒に。 中で変わっていきましたただ今日でもそれほど変わっていないのが経済であります経済ではマレーシアのブミプトラ政策にも倣ってですね、BEE というま黒人優遇策が取られております鉱山企業の持ち株比率の規制あるいは一般企業の政府調達における競争条件で まあ、黒人優遇実績が評価されるという制度こういうものが導入されておりますでその結果、まあ、黒人の中に大富豪あるいはブラックダイヤモンドといわれる中産階級の人たちが育ってきております、えー、同時に鉱物資源行政における腐敗汚職だとかですね契約実行能力のない企業がまあ受注することによって 行政サービスが滞るというような現象も生じております。あの三つ目のキーワードはあのサブサハラの経済ヘゲモンだということであります。<coughs> 先ほどあの電力生産量について申し上げましたけれども、えー、まあ規模は関西電力ぐらいの規模。しかし、それが全アフリカで四十五パーセントの 発電量に相当しますで長野経済の強みは、まあ、ダイヤですとか金プラチナクロームマンガン石炭等の鉱物資源にあると思われがちであります。歴史的に見ればあの間違いなくそうでありますし、まあ、今日でもこれらあの重要な産業ではあるんですけどもあよく見れば長野経済の強みはサービス産業だと。 いうこととに気がつくと思いますこれは金融会計弁護士通信医療卸小売サブサハラ諸国を席巻しておりますサービス産業の比較優位が高いので長は地域経済統合を進めることに熱心であります。古くは年に 世界最古の関税同盟である南部アフリカ関税同盟これを s a サザンアフリカン・カスタムズ・ユニオンですねこれが創設されております加盟国は南アフリカボツワナナミビアスワジランドレソトの5カ国です最近では南部アフリカ開発共同体サデックですね の十四カ国の経済協力推進に熱心であります。それから、大陸で見ますと AU、au ネパッドの関係で、地域インフラ開発に意欲的であります。特に南北回路を推進しようとしております。次に、長野工業というものに目を転じますと。アパルテイト時代に、世界から経済制裁。 政治政策も受けていましたので、自ら生産することに大変努力をした結果、あの南野の中で鉄鋼業、重化学工業、自動車製造業、武器製造業、食品加工業等々の工業が発達しております。第4のキーワードは新興国であるということです。これについて冒頭で <laughs> いくつものことをすでに申し上げましたので、三点だけ補足いたします。一つはあの最近 IMF セミリジの選任についていろいろと報じられております。ブリックスはですねこの過程で途上国出身者が就任すべきだという声をあの表明しております。これはあの世界ガバナンスの構造的変化を予兆させる出来事だと思います。 余談になりますけれどもちなみに、マナ岡は、ね、前の財務大臣のマニュエルさんが適当だと思っております正式に立候補はまだ行っていません二つ目、補足する2つ目ですけれども気候変動交渉についてでありますけれどもベーシックと呼ばれる枠組みがありますこれはあのブラジル、南アフリカ、インド、中国ですね。 これはあのう二千九年コペンハーゲンで COP 十五のまあ最終局面で宣言をまとめるということが行われたんですけれども、それをまとめたのはオバマ大統領とこのベーシックの首脳たちでありました。あのいろいろと考えさせられる出来事でありました。補足する三つ目の点ですけれども、イブサというですね。 枠組みもございますこれはインドブラジルサースアフリカの略ですでこちらの枠組みにつきましてはあまり日本で知られていらいあのおらないんですけれども、まあ、首脳レベルですでに4回会合をしていまして16の委員会が、まあ、あのを通じて中身のある協力関係が深められていっております。 あの繰り返しますけれども、名を理解するキーワードということでは、先進国兼途上国で、話し合いで政治革命、政治社会革命を実現したと、でサブサハラの経済ヘグモンであると、新興国だということであります。で、次に二国間関係についてお話しいたします。日本政府があアフリカ南部に初めて関心を持つのは、1879年。 これはズール族がですね、英国軍の正規部隊を殲滅したその時であります。帝国陸軍はこれはまあ非常に不思議に思ってですね、どうして英国の正規部隊を槍とそれから盾で殲滅できるのかと、1年かけて調査報告を取りまとめております。19世紀末にはですね、日本の証人あのフリアコマキチさんという方なんですけども、ケープタウンで 貿易商店を開設して事業が非常に繁栄したという記録が残っていますでこの方の推薦を受ける形で1910年には日本政府はケープタウンに名誉領事を、まあ、置きましたあのジュリエス・ジュッペさんという方ですねでこの方は日本政府がアフリカ大陸で初めて、えーまあ、公的機関を置いたということで アフリカ大陸で初めて日本政府を代表する方にに人物になりました。あの少し余談になりますけれども、まあ、このちょうど昨年はこの日本政府がアフリカに拠点を置いてから100年目にあたる年でありましたのでまた日本のサッカー代表チームもおそらく出場できるだろうということも予想してですね日本と南アフリカの間で 公的関係樹立100周年というものを記念して100周年交流年の各種文化事業をあ a t 日本の双方で行いましたアパルトヘイト時代末期までちょっと時計を進めますと経済制裁に苦しむ南アフリカは対日貿易を非常に増やしていきました。で日本は 最大貿易相手国になってですね、まあ、世界から品種を買ったということもございます。でこの間南アの白人たちの間では日本文化への関心が非常に高まってですね、いけばなですとか盆栽、武術全般、恋の養殖等等色々と盛んになっていって、これは今日も続いております。ただ黒人について見ますと、まあ、彼らが関心を示しているのはま空手 合気道等のですね、まあいわゆる武術にとどまっているような感じをいたします。南アフリカの体制転換を控えて、まあ新生南アを支援するということがまあ世界レベルの課題となっていく中で、日本は1992年に領事館をですね。 大使館に格上げして、まあ正式な外交関係というものを自立しております。あの今日でも両国の結ぶ最も強い絆は経済関係だと思います。長崎は103の日本企業が事務所を構えております。 トヨタは22万台の生産能力の設備を工場を持っていて、日産は6万台の工場を持っております。自動車関連では、ブリッジストーン、あるいは NGK セラミックス、NGK スパークラグ等々の企業が現地に直接投資をして工場を持っております。三菱商事さんは、フェロクロームの採掘と精錬事業を直営しております。 小松日立東芝等々はそれぞれ大型の事業を展開しておりますこれらの日本企業はまあ現地で約15万人の雇用を創出していると言われております最近では NTT があのディメンチョンデータという長グローバルな IT 企業ですけれども 約3000億円で買収をいたしましま関西ペイントが地元のペイント会社をです、ね、これ TOB で買収をして非常に注目を集めました他方この南亜に居住している日本人の総数ということで見ますと約1,400名にすぎませんこれはあの約30万から50万 と言われている中国人の数と比べると、まあ、随分と少ない数字にとどまっております。国民同士の関係ということで申し上げますと残念ながらまだまだ希薄であると言わざるを得ません。あまりにもお互いを知らないという関係にあると私は思います。長でではですね 日本は広島長崎の後突然奇跡的に経済発展した国というふうに思われているように思います。でごく一部のエリートを除いて明治維新ですとかあるいはアヘン戦争ですとかセポイのランドスとか全く知らないというように思われます。メンタリティはまはあ、白人のみならず黒人とカラドの人たちもですね 欧州中心主義だと思いますカラドというのはちなみに根血、まあ、であるんですけれども基本はマレー人ですねあのジャワ島それからスマートラ島からあオランダの東インド貿易会社がケープタンに労働者としてあるいはまああの奴隷として連れてって人口としては むしろ白人より多いいくらいです今5,000万の人口の中で白人がこれはあのオランダ系の方がイギリス系より多いんですけども400万余りでカラードはまあ500万余りですかね。従ってあの5,000万中4,000万の黒人がいてあの大体そんなようなブレイクダウンになります。この こういうような状況の中で,です、ね、私はあのお,、まあ、お互いの認知度を高めていく必要があると思っているんですけれども、えー、どういうものが重要かというとソフトパワーだという,ふうに思ってますあの昨年サッカーのワールドカップで日本チームのプレーがとてもきれいだという日本が気に入ったという言ってくれた人が何人もおります。 それから最近ではですねレスキューサウスアフリカが宮城県で被災地でいろいろ活躍したと宮城県警に評価も高いということでですねあの随分日本でもインパクトがあったと思います今現在ではあのアフリカドラムっていうこれはあのインターアクティブドラミングなんですけれどもまあここの人たちが被災地の避難所あるいは小中学校で社会奉仕で回っております こういう活動こそがです、ね、あの両国間の相互理解を本当に深めていくのだろうと考えておりまして私も在京の黒村の大使もです、ね、一生懸命こういったことをあの激励しております。あの政治面を見ますとあの関係はあの良好なのですが交流はもっと強化されていくべきだと考えております。 昨年、岡田外務大臣がです、ね、現職外相としてはまあ久しぶりに長野を訪問されてとても盛り上がりましたで明日には長野のうンコワナ・マシャバネ国際関係協力大臣が来日されますこれは MDG ・ MD G フォローラップ閣僚会議に出席するために訪日をされると。 いうことでありますけれどもこの機会を捉えて、えー、両国政府間で第11回目になりますあの政府間協議の場であるパートナーシップフォーラムというものを開催いたしますで、まあ、その出席するために私もあの要務帰国した次第でありますなかなかはあの関係省庁にの幹部に加えまして、えー、電力公社エスコムさんですね それから貨物鉄道公安公社トランスネット南部開発銀行土地銀行等々の公的機関、まあ、公社の幹部も来訪されます、えーまあ、日本に対する関心日本との協力に対する期待こういったことがいろいろ高まってきたことがあの。りま こういう人たちの来訪にま反映されているように、私はあの思います。議会の方ではですね。議会交流とあの議員交流につま、これは従来からそれなりに行われてきているんですけども。昨年9月にあの衆議院の？ 議員運営委員会一行が松本議務委員長、当時ですね、今、外務大臣になっていますけれども、に率き入れられて、南を訪問されて以来、ですね随分と活性化してきていると言えますで。日本から見ますと、アフリカ遠いところにあるフロンティアです。私はあの少し自分で生意気だなと思いつつ 日本のような国はあのフロンティアを攻め続けないと衰退するとあのずっと言い続けてきております。昨年の初め東洋経済がですね新春号でアフリカ特集というものをあの組みました。私は非常に驚くと同時に大変嬉しく思いました。昨年の半ばにあのマッキンジー社が 動き出したライオン軍というアフリカ報告書を出しています英語でライオンンズアドムーブですねこれはアフリカ全ての国がライオンだと言ってるわけではなくてですねライオン軍が動き出したというものなんですけども多くの国で直接投資と海外からの送金の受け入れでですね消費が拡大して 持続的成長過程に入っているというのがそのマッケンジーの報告の内容です日本としてもアフリカ資源獲得の場所であることは間違いないのですが単にそういう場所としてだけではなくビジネス拡大の市場であると考えていく必要があると思っておりますちょうど時間が来ましたのでご清聴ありがとうございます えとどううもありがとうございました、えー、とそれでは、えー、これからあの質疑に入りたいと思います、あの冒頭にちょっと、司会の方から1点だけ、あのーまあ、今、意味クもおっしゃいましたけれどもあの、日本とアフリカ、もちろん南ーも含めてですがね、大変あの、まあ、お互いの、なんていうのかな、親近感が少ないというようなこともありましたが、あのー、これはちょっと個人的な話です。まあ、小澤さんの経歴 から見ますとあの北米局安保課長ですか、それからあの僕らが知ったのは一課長の頃ですね、まあまあ、バリバリの,あのアメリカ派というかね、<laughs> というふうに見られて、それで、まあ、ずっと外務省でそういう生活を送られて、それで、まあ、あの今の,、まあ、こ,のこの5年齢になってね、南、えー、に行かれたということで、その間の、まあ、日本国民とのあれでもありますが、外務省。 あるいは、今ちょっと出ました、政治というのがアフリカをどう捉えてきたのか、今との違い、それから問題点というのを、その両方に身を置いた立場として、ちょっと率直なお話を伺いましたありがとうございます、なかなか難しい質問だなと思ってるんですけれども、<laughs> あの日本がアフリカ外交に本当の意味で真剣に取り組み始めたと。 というのは1993年のティカッド会合ですねで東京にアフリカの首脳を含め、まあ、全アフリカの国から出席していただいてアフリカ開発をテーマとして5年に一度やりましょうと。 いう提起をしてですねアフリカ大陸に大変なインパクトを与えましたでこれはあの当時、まあ、冷戦が終わりですね、えー、平和の果実というのが、まあ、世界的に議論をされていく中で、えー、アフリカ大陸に というのはあのう次第に忘れ去られていく状況にございました。その中で日本があのうそうそういうイニシティブを取ったということに対するこう評価アフリカ諸国の中で今でもあの記憶として残っております。ティカッドはその後二三四と。 行って2008年がまああの横浜宣言ということでずっと続いております。日本の外交に倣ってその後中国、韓国、インドがあの類似のまあ対話を行っていて、最近では中国のフォカックというのがですね。 ティカドよりもむしろ有名になっているのではないかという印象を持ちます。あのなぜそういうことを日本を始めたのかと申し上げますと、まあ一つはあまあ国連の中の各種選挙を考えていけば。 当然のことながらアフリカの持つ票というものがとても重要であってですねこれを重視していくと安保理改革というものを考えていく上でもアフリカとの協力非常に重要だというのが あったことはもう間違いいございません同時にこの世界の平和というものを考えていくとちょうど冷戦が終わってみんながユーフォリアに浸っている時ですけれども本当の世界平和というのは一番開発が遅れているアフリカの問題にきちんと対応しないとやって 実現していかないとやってこないと,ということも認識としてはあってそれをまあ標語に抱えながら、まあ、同時に日本として、まあ、多数国家外交の場で確保すべき利益を確保していくということから始めたものでありますで私もあのそ,ういうそういうものをと決めていく過程ではですね えー、もちろん直接担当しているわけではありませんけれどもあの、よく覚えております。えーまあ、私の経歴のほうについても <laughs> あの質問を読んでおりましたですけれども、確かにあのアメリカ関係、えー、あの長かったんですがあの、日本国際問題研究所のほうで、えーまあ、いろいろお、まあ、アカデミアと楽しい、 まあ2年余りを過ごしたあとはですねえ国連代表部のほうに3年間いてまあ国連代表部に参りますとやはりこうアフリカ諸国が持つこの票の重みというものを本当に本当に実感することになりますですね。 てておりましですけども確かにアンプリの中では問題の数でいうと6 7割はアフリカの中の中問題でであるわけですでそれまでアフリカに行ったことはなかったんですけども国連代表部時代何度もアフリカに行くことになりましたしまあそういうようなこともあったので。あの 南アフリカにに行くこととななったのかなと思うんですけれどもあの実際に行くことを命じられてからあのアフリカについてにわか勉強を行ってですねまずあのアフリカに関する全ての映画を見るとそれからあの片っ端からです、ね、本を読んで、えー、なるほどと思ったんですけれどもこの南アフリカ特異な歴史で 本当に日本では知られてないなというのが私の実感であります。それではあの会場の皆さんから質問を受けしたいと思います。あのいつものようにあの所属とお名前をということでお願いします。どなたでもはい。 えっと、TBS の小川と申します、えっと、もうちょっと現場から離れてますんで、これが原稿になることはちょっとないんですけれども、えっと、私自身、87年から91年まで、那覇に駐在してまして、えー、弊社は一代限りでそれ閉じちゃったんですけれどもね、大使のお話、ずっと伺ってて、あのその後の那覇の,の様子が本当に手に取るように分かって、あの大変、えー、懐かしく思いながらも、今を想像しておりました。であの この中にもあるんですけれども常々そのちょっと、まあ、頭の中にあるのはですね、あの南アフリカっていうのは原発を廃棄した非常に稀有な国なんですね。であの日本と南において何か一緒にできないかといったときにはこの核軍縮っていう問題については非常にその日本と南アフリカっていうのはユニークな立場にありしかもあの大使がご指摘したようにモラルパワーっていうのを持っている2つの国なわけであって。 あのこの面でですね何かあの強調して前へ進めることはできないのかあるいはそういったことは実際に進んでらっしゃるのかその辺もしあの情報がありましたら教えていただきたいと思います。ありがとうございます。あのお原発廃棄したのはあのデクラーク元大統領で、えー、まあ初めて彼と会いしたときにまあ 1>, 1時間くらい時間いただいたんですけれども、私の方からあの質問責めにしてですね、この時の経緯についていろいろとお伺いました。あのその後、北岡新一東大教授が奈に来られる機会があったのでですね、彼にもあのデクラーク元大統領に。 会ってていいただいて彼もやはり私と関心が似ているのかです、ね、<laughs> あのこの時の、まあ、実際にものを決めた責任者ですからどういう心理状態でどういうことを考慮してやっていってどういう問題に直面したかなどをいろいろと聞かれていました。 あの日本と南アフリカそれぞれ違う観点からモラルパワーがあることはもう間違いないことであります。えー、したがって双方とも協力することについてはあのそれぞれあるとお言います。他方でですね、えー、私着任する時点で大きな懸案はアマの IAEA。えー 事務局長を実現のためのキャンペーンが始まっている中で着任しておりましですねこの最大競争相手が南アフリカのミンティ大使でありました。で,で私自身は行くにあたってあの相手にこれは選挙 キャンンペーンできませんねつって,言ってあのしなくていいっていうあのお許しを得て着任したんですけどもこのミンティさんという方も大変立派な方であってですね、えー、それでこそなかなか熾烈な選挙戦になって時間がかかったんですけどもあのモラルパワーを持つがゆえにその,その自分の力を外交力として 発揮したいというように考えるのはまあそれはそれで当然で、ね、とぶつかることもあるというのが第一点です。南側はですね、あの NPT がまあ25年のお期間を永続化することを決定したときに。 決定的に重要な役割を果たしたし国ですえー、あの時点で、えー、なかなか膠着状態にあったのを、まあ、双方をつなぐ役割を果たした国ですね。その中核になったのがミンティ大使です。えー、そういう自分の力を保持し続けるためにどうすればいいかと。 ということを考えるる国ででもあるわけですねしたがってあの、まあ、今般日本とオーストラリア中心で核、えー、軍縮に向けて、えーまあ、10カ国のグループを形成してですね一つの、まあ、新しいモメンタムづくりというものを我が国として行っておりますけどもなはな それに非常に関心を持ちつつ、しかし、ちょっと距離を置いて、えー、見てると、もちろん協力はするんですけども、中に入らないという位置取りをしておりますですね。あのー、今のお話で大体、感じはつかめていただけたのではないかと思いますえど,どなたか。 NHK の仁村と申します。あの先ほどの中であの、黒人の優遇政策とか、それからあの汚職の問題という指摘がありましたけれども、あの日本から見ての南野への関心が低いというところの一つとしてあの、まあ、1994年の黒人政権誕生の当時、それからマンデラ大統領がそのとき、 誕生したわけけですけれどもその時のアフリカ南アフリカの熱気に比べてその後の,あの、まあ、日本に伝え,て伝えられてくるニュースといいますと治安の悪化だとかそういった黒人政権の中の汚職とかそういった問題が、まあ、あまり明るいニュースもないという点もあってですね、えー、あまり日本人の間でも関心がないのかなというように思うんですけれどもその今の政権自体が あの果たして国民の間でどれだけ支持されているのだろうかと、それからあの今のズマ政権といいますか、大統領ですかあ、あまりいい評判でないこともいろいろ聞きますけれども、そういった点で、90年代の,その希望に燃えていた当時の南アフリカと比べて、今の南アフリカの政治というものをどのようにえー分析されるのか、その点をお伺いしたいと思います。 まあ、ANC 自体はですねインクルーシブな政党であるということを、まあ、当然として、えー、さればこそ黒人だけではなくカラードとそれからインド系と白人全部を取り込む政党であるということを でそれを体現したのがまあマンデラさんというのがあるんですがあ本当にそうかという声は国民の中にあってです、ね、でこちらの声は野党のまあ最大党 DA ・デモクラティック・アライアンス民主同盟という政党があの体現しているのではないかと思います。両者の,あの支持動向 ということで見ますと、まあ、2年前に総選挙が行われて ANC が66%民主党名の方はちょっと正確に覚えてませんけれども、まあ、20%ちょっと切ったぐらいですねで、えー、先週、まあ、5年ごとに行う統一地方選挙と。 というものがあるんですけども、まあ、そこで円水、えーえー、が62から3パーセントの間、民主党名がですね22.3パーセントということで両,両者の円水が少し下がり野党の方が少し上がるというの推移はあります。えー <coughs> そこから言えることは一つ、ANC は、まあ、あの安定政権であるということについてはです、ね、変わってはいないと。で、ANC の幹部の方とお話ししていても、まあ、彼らはあ、まあ、この反アパルト闘争の勢いっていうのがまだ続いていくんで、あと数回の選挙について ANC が処理することはい、まあ、わば保障されてる。 ようなもんだというふうに幹部も思っているんですね。他方でこの民主同盟が伸びてきていることに対する危機感というのも非常にあると思います。民主同盟から見ると、A.N.C. はこう実際の行政能力で国民の利益になってないと、ちゃんとデリバーするものをデリバーできてないと。 それはきちんと能力を持つ人たちが公務員になってないからだとでメリットベースで公務員は採用されないといけないしそうしてこそきちんとした行政いうのができるんだというのが彼らの主張のもう一番のポイントであります。でその政党が23というとです、ねまあ、先ほど の人口比から言ってもあの白人とそれからカラー合わせて、えー、合わせて、えーえー、もうそこ二十何パーセントいかないんです、ね、黒人票を取ってるっていうことなんですねで黒人票の取り込み具合があ、まあ、かつて2パーセント水準だったのが6パーセントぐらいまで伸びてるんじゃないかということも言われて。 おりますあのそう,そういう数字にあられていますのはですねこの今の政権に対する不満っていうのが少し拡大しているということだと思いますあの妻さん自身は大変人気のある政治家ですで人の話をよく聞くことができるという点で あの人気があるんだと思うんでえば、ね、他方こう彼は奥さん今3人いて4人目と婚約してると婚外子を含めるとお子さん21人いると言われていてですね、まあ、こういうことに違和感を持つ人が多いというのもこれまた間違いないとは思います。 あのなぜそういうことが許されるのかといえばああの、まあ、話し合いで作った非常に民主的な憲法なんですけれども伝統的文化への配慮条項というのがあってですね、まあ、それに基づいて一般多妻制はあのズル族の伝統的文化だということで許容されているということであります。えー、このお 白人がどれだけ南アフリカを去ったかというのがあると思うんですね。まあ90年時点ぐらいで白人人口まあ500万弱と言われていて今400万強であります。これはあのデクラークさんとその後お会いしたときに彼が 言ってありましたけども、まあ,あ去った人数少なく見て60万多く見て100万で多分80万ぐらいだろうと思うとだけどおみんなどの国も行けるようになったろうとど,でどこの国に行っても長い人であることを誇りに思えるようになったろうということを彼があの白人たちにですね 語りかけている機会にあの癒されたことあるんですけれども、で、去ったやつも帰り始めてるだろうと彼は言っていましたですね。えー、こう確かに、えー、まあ九十九十年以降、いろんな白人たちが難を去りですね。 えー、特に人気があったのはオーストラリアだったと思うんですけどもオーストラリア行ってみんなハッピーかっていうとそれはなぜかというと、まあ、南アの持つ、まあ、気候それから文化の持つ魅力っていうのはあの他の国に行ってっ南アがいいっていうふうに思うんでしょうね。あの ど,どれだけきちんと答えたかわかんですけれども、そんなところで、あとどなたか、はい。共同通信の金子と言います。あの震災関連でお聞きします。あの福島の原発事故がいろんな国の電力行政に変化を与えているわけですけれども。 原子力発電を増強しようというな波の場合、どういう変化があるのかないのか、それに関連しました日本との原子力協定の進捗状況、プラント輸出の見通し等も合わせてご説明くださいありがとうございます。 申し上げましたけれども、それだけを支える支持が南アフリカの中にあってです、ね、それで派遣されております。あの連日、南アフリカでは日本の震災、特に津波の被害がいかに深刻化についての報道が行われました。あの45名のチーム にはあの新聞記者も <laughs> 同行していて、フェイスブック、ツイッター、その他あのメディアでもあのずっと毎日発信していました、あのそ,れそれをフォローしている人たちもずいぶん多かった、したがって、この震災、いかに大変なものであったかについての認知度というのは非常に高いというのがまず第一の点です。 で南アフリカ、原発2基持って、ケープタウンの4、50キロ北来たところで運用しています、私もあの視察に行ったことがございますが、えー、作ったのはアルバ社で、テクノロジーはあのウェスティングハウス社のものを設置したのは80年代の半ばであります。でえーまあ 体制転換した後、それまで非常に豊富にあった電力がですね、えー、あの設備投資をずっと行わなくなっちゃったっていう問題があるわけです。非常に豊富だったので、まあ,あのモザンビークの三菱商事も関連しているモザールっていうアルミ製電にですね。 安く電力をっているというようなこともできたんですけれども2008年の12月には強制停電という事態に追い込まれるほどそれまでずっと一貫して設備投資を行わなかったわけですねしたがって今時点でいうと電力が恒常的に不足している事態にあるわけです。 これを克服するため、中期のエネルギー計画というものが今年になって発表されております。その中期計画に明記されておりますのは、2030年までにですね、9.6ギガワット相当分の電力を原子力で、 もちろんそのほかにリニューアブルの方でどれだけ増やすかととうとう全体の中で位置づけられているんですけれども原子力は9.6ギガワット分であります福島後にこれは発表されていてですね エネルギー大臣からもう少し話を伺う機会がありましたけれどもあの当然のことながらこれを含めることについてあのカンカン学学議論を行った上で、えで、ーまあ、それまでの1年半余りの過程を経て用意されているものでありましたけれどもあの議論を経た上えで発表をしました。えー、したがって、えーまあ、調達と、 ということで言いますと、まあ、おそらく来年になってですね、えー、まず1期目の調達から交渉が始まっていくんだろうと思います9.6ギガワットっていいますと、まあ、どのタイプを選ぶかによっても違うんですけども6機から8機ぐらいの需要が所ずるということでしょうね。えー、でこういうい 原子力ニーズがあるということについての政府の考えというのはたるものがありますもちろん、何にもですね、半核の運動というのもあるんで、それをどういうふうにこう理解を求めていくかという課題は当然ございます。 ただあのブリックスの発表文を見ていてもこれからどんどん経済が伸びていく国について言えばこの電力の拡大をどう賄っていくかについてです、ね、原子力が果たす役割は大きいというのが、まあ、ブリックス諸国の認識であるという点はあのもう間違いないんじゃないでしょうか、えー、3番目の原子力協力協定 についてですが、これはあの、岡田外務大臣、昨年、長に行ったときに、まあ、交渉、日本は応じましょうと、やりましょうということで、あの政治レベルでこうサインが出てです、ね、実際に1回、事務レベルでの交渉が行われておりますけれども。 なかなか2回目の交渉の日取り調整に手間取っていたところ、福島の事故が生じて、今、ちょっとそういう雰囲気でないっていう,う状況に今時代、今現在、あるというのが実情でございまほ他にございますか。 時間もそろそろろとというこでですの,であの最後にじゃあちょっと一点先ほどあの大使が、まあ、中国人は30万から50万それで日本人は1400人とで、まあ、あの去年ワールドカップサッカーありましてであの大変有名になったのはブブゼラというのがありましたよねでみんなで日本でも売ってるけど全部中国製だったりしてね そういうことを考えると、その中国と日本というのが、アフリカにおける、まあ、ある種、プレゼンスですが、これはどんどん開いていく傾向はもうますます今後も止められないという感じを持っておられますか、それとも日本もやりようがあると思っておられますか。あの私は、うん、日本は中国といろいろきょ協力していく方が、むしろあの日本の利益になるのではないかと。 私自身はあの思っております。中国まあ、人数非常に多いんですけども、戦略的にこう意味のあることとしては2つ南アフリカで行っていると思うんです。で、1つはあのスタンダードバンクっていう。まあ、南アフリカにある4。大支柱銀行のトップの銀行ですけどもまあ、そこの20%の株式を。 中国交渉銀行がですね数年前に取得して経営参加はしてませんけどもまあ理事2人出して年2回あのスタンダードバンクのアフリカ中の情報にアクセスしてるというのが一つ非常に戦略的な動きですね。でもう一つはあ投融資をする基金を南アフリカの中に作ってですねこれは見てますと近隣国への投資が多いんですけども。 規模は50億ド,ル50億ドル、えー、で、えー、最近になって南アフリカの中の投資案件にも関わるようになってきているとそういう、まあ、戦略的に行動し始めてる中国っていうものを見るにつけですね日本ももっと戦略的にいろいろ活動すべきだと。 同時に、やはり日本の方がアフリカでこうインフラ関係を含め、いろんな意味での知見があるんで,で、もう少し中国と協力していく方が、アフリカに対するアピールにもなるように、私としては思っております。 時間がちょっと過ぎておりますのでこれで終わらせていただきます。であの控室で大使にちょっと記号というかしていただきましたが、あの新興国との関係強化は我が国にとって利益となるということで、まああのまさに先ほどフロンティアとおっしゃいましたが、まあ、日本がこれからこの閉塞状態から抜けるためにぜひ今後も頑張っていただきたいということで今日の会見を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございます。 Muito obrigado. De